8割嘘で2割が冗談、ギター芸人ダオです。今年2019年11月5日に文化庁主催の文化芸術による子どもの育成事業というものの講師として石巻市の荻野浜中学校にお呼ばれしまして、お仕事してきました。でどんな内容だったかというと、中学校でギター教室をやるというような内容で、全校生徒のみんなと先生方たくさんでね、ギターをやるというような楽しい時間を過ごさせていただいたんですよ。宮城県とのお付き合いはもう震災後からなんで、もうかなり長くなりました。なのでお友達がたくさんいるので、5日のお仕事の前ね、11月3日に宮城県の方に行きまして、違う人に会ったりとか、街の様子を見たりとか、そんなことをして、で5日は、荻野浜中学校でギター教室で、次の日の6日に帰るというスケジュールだったんですね。で実はこの11月5日のお仕事っていうのはもうね、1年半ぐらい前からもう決まっていて、スケジュールはもう抑えられてたんですよ。でその1年半前に初めて連絡いただいた時に、条件っていうのをもうすでに言われていて、講師料っていうのがこれぐらいで、往復の交通費がだいたい2万5千円、それは支払われますよという、そういう内容だったんですよね。でそれに合意したので、OK ですということで、1年半前にスケジュールをもう僕は確保しました。でその日が来るのを本当に楽しみにしていたんですね。でその日のために20キロのダイエットに成功しましたし、授業で使う教材とか何をやろうかなとか、そういうのをもうしっかりとしっかりと準備をして、その日に挑みました。その回あって11月5日はもうとってもねいい時間になって、で教頭先生からも後日連絡があって、本当にいい回だったと、お褒めの言葉もいただき、もう大満足でね帰ってきたんですよ。でずっとボランティアで自腹で石巻の方に行ってたんで、初めてねこうやって お仕事として行ったんで、すごくね僕のやってきたことっていうのがなんかつながった瞬間といいますか、とってもね充実感がありました。でしばらく経ったある日に、また荻野浜中学校の教頭先生から電話かかってきたんですよ。でいつもはすごく明るい声で、小田さんお元気ですかとか言ってくださる優しい先生なんですけども、その日に限ってはねものすごい暗いトーンで、小田さん大変申し上げにくいのですがって言うんですよ。どうしたんですかって言ったら、神奈川県から宮城県の往復の交通費申請が通らないかもしれないと県の職員から言われましたと、そんな内容だったんです。でも必要な書類はしっかりと出してるし、領収書も提出してるんですよ。でなんで支払われないのかって聞いたら、11月5日にそのお仕事があるのに、なんで3日に宮城県に来てるんですかと。で11月5日にお仕事が終わったのに、なんで6日に帰ってるんですかってことを言ってきたと。でもし3日に来て6日に帰るんだったら、宿泊代はどうしてるんですか、宿泊代の申請来てないですけどもどうなってんですかみたいな、そんな内容だったらしいんですよ。でもさ、俺はさ宿泊代は請求してないんですよ。で食事代とか遊びに使った金とかそんなのは請求してないんですよ。請求してるのは宮城県と神奈川県のこの往復の新幹線のお金だけなんですよ。でちょっと考えてみてよ、いつ行ってもいつ帰っても往復する回数1回じゃないですか。値段基本的に変わりませんよね。それなのに交通費の申請通らないって宮城県の職員が言ってきたんですよ。すごくないですか。これ被害者は僕だけど、これ荻野浜中学校の教頭先生も被害者ですよね。そんなことを小田さんに伝えなきゃいけないって、どんな気持ちで電話かけてきたか、すげえ辛かったと思いますよ。でその宮城県の職員は自分家から職場までの交通費はしっかりもらってんだよ。すごくないですかこれ。これはね金額のことを言ってんじゃなくて、たとえ1000円だとしても、このね行為といいますか、この出来事っていうのはマジで腹立ちますよね。
で教頭先生はものすごい謝っていて申し訳なさそうにしていたんですけども、もう教頭先生が悪いわけじゃない、学校が悪いわけじゃない、誰が悪いわけじゃない、だから教頭先生にはもうそんなことはいいですよと、もうそんなことよりもこれからもいいお付き合いしていきましょうねって電話を切りました。で我々音楽家っていうのは基本的には自営業でやってる人が多いんですね。で自営業でやってる人っていうのは本当に立場が弱いんですよ。こういうことが日常茶飯事で起きています。でも人を笑顔にできる素晴らしい仕事なんですね。だから俺は未来の音楽家が健康的な仕事ができる、そんな環境をこれが作っていきたいなと思ってるんです。音楽家が弱い立場じゃダメだと思うんですよ。だってこんなに幸せ与えてるんだから、ミュージシャンの人たちは。だからね、ミュージシャンは弱い立場じゃダメなんですよ。みんなに幸せ配ってる人たちなんだから。街歩いてたってカフェ行ったって何してたって必ず音楽流れてるでしょ。音楽ってすごいんですよ。世界を変えるのは音楽ですから、音楽で俺たちが世界を変えていきたいと思うんです。だからこれからミュージシャンになる人、一緒に音楽で世界変えようぜ。今日はここまで、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。